次のアナウンスです。ウェンズデーナイトチャーチのテーマが変わります。テーマはライフグループ、人生を共にする仲間。ライフグループとは神様から受け取ったものをシェアしたり、ただ仲いいだけではなく、本当に最高の家族であり仲間です。私たちの人生にそのような友達が必要ですよね。ねえ。ぜひ皆さん、ライフグループについて多くのことを受け取れると思うので、水曜日来てください。 Hello everyone, my name is Julia, and every Wednesday from 6:30 we have language exchange. At language exchange, there are native English teachers to help you improve English conversation. There's a talking table and a games table, so you can choose whichever is comfortable for you. We hope to see you there.皆さんこんにちは。今週の土曜日はいよいよわたとチャリティーコンサートです。午後2時からと夜7時から2回公演があります。わたとは親のいない子どもたちを愛にあって育む働きです。わたと村で育ち、神様の愛を経験した子どもたちが、今度は自分たちがその愛を伝えるためにこのコンサートツアーに参加します。彼らは日本ほど物質的に恵まれない環境にありながらも、本当に喜んでこのツアーに参加します。この一期一会の機会に、ぜひ皆さんもご参加ください。チケット3枚は彼らの1ヶ月の生活をサポートできる金額です。ワンモアチケット、まだチケットはあります。今回の収益は寄付金になりますので、みんなでわととをサポートしましょう。日曜日にもチャーチでわととの子どもたちに会えるかも。ぜひ彼らの命の歌声を聞きに来てくださいね。